拾いの部屋でございます。今日は元演奏家作曲の黒沢由美と申します。ホリデーコンサートだったんですけど、どうして今日の曲を選びますか？サブタイトルで日本の歌っていうので、私の楽器は楽器自体が日本のものですので、あと私も自作曲で自分で曲を作りますので、その辺で元で日本のこと曲もやりつつ、自分の自作品がまた、コンピューターさんを交えてということで、自分の中では全種類自分でもそうやって最初から作って用意してるわけですか？用意してる部分と大事で、やりこってのいろいろ混ぜています。あれ音が、音の音が変わるのは、あれコンピューターを通すなんか不思議な音が途中で、そうですね、はい、それはそういう音にするプログラムで、そういう音に変わります。いろんなアメリカの方とかどういう環境っていうかありますか？皆さん初めてコンピューターミュージックライブでプログラムを使った時に、本当に緊張してどういうリアクションを変えてくるのかなと思ったんですが、